ある初夏地獄の軍団我らを狙う黒い影世界の平和を守るため Go! Go! Let's go! 輝くマシマシンライダージャンプライダーキック仮面ライダー仮面ライダー結構ねプレステのライダープレステでこれで結構すごくない？綺麗だよねこれ。ただねこれちょっと問題がありましてね。そうナレーションが流れないんだよワンはこれ何が原因なのか分かんないんだ石の森の吉光。あ、覚えてるな。やっぱ流れないな。なんだろうね。ワンは互換性が悪いんだよね。というわけで V3 やりましょうか。配信をやったら治るとかそんな甘い夢を見てました。どこやったっけな。結構ねいろいろ ISO 化したんで。そっか、はい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 、そっかそっか、これディスク変更ってあれか、本当にディスクを取り替えてるっていう状態か。一旦ちょっと待って
つってる、ね、ほら来た、今日待ってました。ステの時代でこの CG は結構すごいよな、やっぱ。妹よ、風のうなりに血が叫び、力の限りぶち当たる。敵は地獄のデストロン、戦う正義の現れた謎の軍団デストロンに襲撃を受けた仮面ライダー1号2号はデストロンの怪人カメバズーカに苦戦を強いられていた。カメバズーカってシンプルな怪人あんまいないよね。完成されてると思うよ。1号2号死んでもらう。待てや。貴様は仮面ライダー V3、逃げるんだよ。我がデストロンの攻撃を受けてみよう。乗れ。行くぞ。トウトウトウ。トウ。トウ。あ、さばきあったな。こうか。うわ、減る。これね、 V3 に変身してるとちゃんとね、 V 聞け V3 って言うんだよ。
ちゃんと藤岡弘氏だよこれ。こいつガンガン撃ってるじゃん。これ実際このゲームの格闘芸の技だと当て投げっていうね、クソ飛び道具じゃないんだよ、当て投げなんだよ。だからカメバズーカなのに飛び道具が一切ない。東京を死守した仮面ライダー1号2号はカメバズーカと共に海の彼方へと消えた。ライダー V3 の本当の活躍がこれから始まっていく。変身不能ダブル台風の秘密。恐怖の武器スーパー磁石を使い大都市交通機関の破壊をもくろむ怪人磁石イノシシ。デストロンの陰謀の前に負けるな V3。 組み合わせなんだよな。これだけでいいんだよな、簡単。磁石イノシシだっけこれ。あ、ここをあれだな、カニレーザー結構強キャラなんですよ。
結構使いやすいっていうか V3 より使いやすいかもしれない、下手したら。仮面ライダー1号2号が残した片身、その片身を取りに行く途中、風見四郎はデストロンの待ち伏せを受けてしまった。行くぞデストロン。条件だな。行くぞ。トウ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 これさっきの戦闘員のところで変身してるとまたセリフがね違うんで、結構早くすると思ったけどそんなでもないな。偉大なるデストロンの指令、最後のチャンスをドクトルゲーメにお与えください。ライダー V3 と戦うことを与えよう。ドクトルゲー、デストロン大幹部の誇りを持ってライダー V3 と戦え。戦ったやつを倒せ。その時こそお前の名はデストロンの偉大な戦士として永久に語られるであろう。人質を使い V3 に最後の決戦を挑んだドクトルゲー。決戦の場で風見四郎が来るのを今やわると待ち構えていた。やがて来る風見四郎、奴の墓場はここだ。そうかな。ドクトルゲー、急にやる気出した。今貴様の墓場かもしれんぞ。罠に風見四郎。
ハーバラー行くぞ。こいつはちょっとすぐ変身しないと。トー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 トデストロンは永久に滅びまい。さらばじゃ、仮面ライダー V3。オクトルゲーの最後か。ライダー V3。デストロンの出場。オクトルゲーの死とともに、デストロン第一次構成は終わった。何？第一次構成？デストロンの新しい組織による第二次構成は、もうすでに準備が整っている。それがいかに恐るべきものか思い知るがよい。その時までさらばだ、ライダー V3。 銭形のとっつらーんって。結局生きてましたって感じ。あれこんなやついたっけ、全然覚えてねえな。第二次攻勢が始まった。一層激しくなったデストロンの攻撃を風見四郎は、まあそうだよ、これ最後にやったの15年以上前だもんな、これ。トウ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 正体はおよそ100万年前、氷河時代に君臨した猛獣の祖先、原始タイガーだったのである。つかさ、女なんだからさ、もうちょっとさ、ただのバカじゃないこれ。なんだっけこいつ、名前なんだっけ。恐怖、死を招くコウモリウイルス。
く必殺技が、ヒマラヤの悪魔だ。計画は進んでいるか。着々と進んでおります。首都建築の団地という大地にコウモリウイルスを持った有毒戦闘員を配置し、一斉に暴動を起こさせます。分かった。失敗すれば貴様は死だ。分かっているな。死。何者だ貴様。鎧玄武だ。なんだっけ名前なんだっけ怪人化した時の名前が思い出す。少年ライダー隊の報告でデストロンの情報をつかんだ。なんだっけその計画を。鎧玄武なんだっけ。現場へ急行した。なんとかザリガニだった確か。トウ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 楽。おのれ金にしろ。このシミのコウモリが息の根を止めてやる。行くぞ。トウ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 。
かんな、あれ。罪もない人々を何人殺せば気が済むのだ。地上の人間すべてだ。技がね、結構ね、デストロンガスとか結構いい感じの飛び道具が揃ってるキャラクターなんだけどね、ストーリーモードだと使えないからな。早い、ストーデストロン要塞。デストロン最後の作戦 D 作戦が始まった。だがこれはデストロン壊滅のチャンスでもあるのだ。そんなことを考えてた日もありました。ザリガニ、鎧元帥か、鎧玄武じゃなかった。人間状態だからそんな強くない。するよな、これ。
女の。あーやばい、強いこいつ。ちょっと待って。マジか、強いな。本当に子供向けゲームですかこれ。ベストロン要塞。それはまずい。1回だけ使えるガフ大ダメージ。私を見捨てないでくれ。未熟者め、お前はもう役には立たん。死ぬのだ。デストロンの主流の幹部になった。デストロン最後の幹部鎧元帥が倒れ、D 作戦は失敗に終わった。壊滅状態に追い込まれたデストロン、残す敵は資料ただ一人である。デストロン最後の日、ついに資料のもとにたどり着いた V3。 しかし資料直属のデストロン親衛隊が行く手を阻む。黄色い服着ただけで親衛隊です。とうとう追い詰めたぞ狩猟。ここまでやってきたな、ライダー・ウィズリー。貴様がデストロンの首領か。正体を見せろ。私の正体を見た者は死なねばならん。それがデストロンの掟だ。黙れ。そんな駆け落としに乗る V3 ではない。今俺が貴様の正体を暴いてやる。骸骨。いかにも、私は地球人類に死をもたらす死神なのだ。行くぞ。こいつがまたリーチが長い。あ、危ねえ。
声優に詳しくなってから見ると、あ、なるほどね。バンダイね、バンダイはクソゲーって言われてるけど、この頃はね本当に結構いいゲーム出してたんでね、なんで今なっちゃったんだろうね。 V3 と共にデストロンに戦いを挑んだ男がいた。その男の名はライダーマン。デストロン科学者である彼はなぜ正義に目覚めたのか。スペシャルドラマ第1話、謎の男、その名はライダーマンにご期待ください。謎の男、その名はライダーマン。偉大なるデーストロンの資料、今ここに最高幹部によって勇気成就は死刑と決定いたしました。分かった鎧元帥、勇気成就は殺すには惜しい科学者だな。資料、お言葉です。結城ジョージはこれまでに数々の裏切り行為をした男です。最高幹部の決定は私の決定と同じだ。はめられたんだよね。結城ジョージ、こいつは普通になんか準備してただけだったんだけど、そうじゃなかったっけ、妬まれてこんな、なんかデストロンの科学者結城ジョージは裏切り者として死刑を宣告された。だがそれは結城の力を恐れる鎧元帥の罠だった。ほらほらほら、無実の勇気上位、もう江戸時代でよくある処刑部隊が襲いかかる。なあ、こいつもう覚えてねえよちょっと難しいんだよなこいつ。
揃ってる。鎧元帥のところに連れて行く。鎌国亀、俺の力を知らんな。怖い、ちょっと待て、変身が早い。こいつはライダー V3。 ライダー V3 と違うな。貴様何者だ。クシュの鬼だ。なんだぞ。マクミガメ、俺の力を知らんな。2回目です。大事なことなので2回言いました。危ねえ、デストロンガス。ああ減るんだよこれ。ほんと強えよなこれ。アタッチメントが3種類あって、これロープアームが一番強いと思う。多分発生が早い、とにかく。であと下段。自らの右腕を改造しライダーマンとなった結城ジョージ、強敵カマクビガメを粉砕したものの、彼の裏切りの罪が晴らされたわけではない。デストロン科学者結城ジョージの孤独な戦いが今始まる。ライダーマンよどこへ行く。前編。ブラックサンダー、子供たちを返してやってくれ。うるさい。サイタンク。サイタンク。たとえ貴様がライダーマンになっても俺とは勝負にもならん。子供たちを取り返したければ V3 を消すことだ。続発していた子供たちの誘拐事件がデストロンの計画だと知った結城ジョージはデストロンへ説得の交渉に出た。しかし取引に応じたデストロンの回答は V3 抹殺という非常の回答であった。やるのか。君はただのデスロンとは違うと思う。それが俺の間違いだというのか。言うな。石の森プロの鉄拳です。あの子たちを救う道はこれしかないのだ。あの子たち、デストロンにさらわれた子供たちのことか。関の森か、あれ石の森だっけ、どっちだっけこれ。でもウルトラマンのつぶらやプロはね、エンタニプロってずっと言ってた。強えよなこれ。あ、間違えた。すごいでしょ、ガードされてもこの硬直の短さ。これさよなら、ゴス。目を覚ませ。デストロは本当に悪い組織だ。君のような男のいる場所ではない。言うな、デストロンの悪口を言うな。デストロンの悪口を言うな。バカ、目を覚ます。君はデストロンを錯覚している。
始めようとしていた。将来の監督候補を育てるため罪のない子供たちを誘拐したデストロン、そしてその卑劣な計画を阻止しようと死力を尽くすライダー V3。 真実の光が見えるか、勇気ジョージ。めちゃくちゃ悩んでます。めちゃくちゃ悩んどるやん。ライダーマンよどこへ行く後編。再タンクの出した条件を裏切り、ユキジョージはデストロンの隠れ家に潜入を図った。しかしそこでユキジョージを待っていたものはデストロン待ち伏せの罠だった。いつものやった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 からして信用できないと思うんですけど。さらわれた子供たちの救出に成功したライダーマンだが、その心の傷はあまりにも深い。改めてデストロンへの復讐を心に誓う勇気ジョージであった。あいつのバカさ加減には笑いが止まらん。
バカさ加減って。よう来たな、勇気上。左手にさ、変な鉄球つけてるやつに言われたらおしまいだよな、これ。待ってくれ、シリオ。あなた人類を滅ぼすつもりか。それがどうした。人類などもそれがどうした。シリオ、あなたは、あなたはそれでも人間か。愚か者め、私が人間だと誰が言った。それでは俺は悪魔に忠誠を誓っていたというのか。 That's right。 行くぞ、やあ。こいつな、なんか、おおほほほほほ。デストロン幹部に告げる。東京全滅作戦をただいまより決行する。クルトンロケット発射カウントを始める。待て、ザリガーナ、鎧元帥様の正体はザリガーナだったのか。ザリガーナか。何のひねりもないっすよ、俺。あー、怖い。なんか、ちょっとよろけさせる。よし、来た。私を見捨てないでくれ。愚か者め、愛者には死あるのみ。こいつかわいそうな2回目だよ。ついに鎧元帥への復讐を果たしたライダーマン。だがクルトンロケット発射のゼロアワーが刻一刻と迫っている。急げライダーマン、デストロンの野望を打ち砕け。5話で最初は。ライダーマンよ、永遠に。残念だったな、ライダーマン。ウルトンロケット発射のゼロアワーまでもう時間がないぞ。ついに現れたな、勇気ジョージ。いや、ライダーマンよ。貴様ごときが本気でこの私を倒せると思っているのか。鎧元帥が死んだ今、貴様を幹部に迎え入れてもよいのだぞ。つくづく愚かな男よ。やべ、怖い。ちょっと待って、お前来るな、ちょっと。楽だな。あれ、怖い、来るな。おー
かっこ悪い。どうしたライダーマン、私が通れればプルトンロケットともどもこの基地は爆発する。つまりこの私を倒すということは貴様も死ぬということだ。はじめから我らデストロンの勝利は決まっておったのだ。パワーアーン。ライダーマン勇気ジョージの最後を見ろ。終わりです。ゲルショッカーが壊滅し人類に平和が訪れたかに見えた。だが暗黒組織デストロンにより人類は再び恐怖の淵に叩き落とされてしまう。今こそ立ち上がれダブルライダー。次回出現謎の組織デストロンにご期待ください。これ同じなんだよな、これ確か。出現謎の組織デストロン。本郷猛の後輩只見四郎は謎の組織デストロンに執拗に命を狙われていた。そしてついにデストロンの毒牙は風見四郎の家族にまで及んでしまう。父さん、母さん、ユキコ、風見、シーザー、ライド、変身、トー。先輩がライダーだったのか。また違うな、ちょっと。ああ。ジャンプなんだ。今日のところは見逃してやる。すぐにドア開けて逃げるのがいいね、まだ。気持ちはよくわかる。しかし個人の復讐のために力は貸せない。しかし俺は改造に、だってもう平成ライダーだとなんか消えたりするもんね、みんななんか、結構かっこよく逃げるよね。ドア開けて普通に逃げるってあんまないよね、まあ、いいねこれ、古き良き時代を感じさせる。死んだじゃん。ダメだろ人間でそれ食らっちゃ。あかんやろ。あ、生きてんだ。生きてんの。減ったよちょっと。ああそれダメ。ガーフ。ガードできたっけ、あれ分かんないけど。うわーこれなー、ライダー系ってなんで必殺技がどれもこれも。
とね、あの低空からすごいゴリャーってなんかキックするやつがあんだけど、ないなこいつは。ハヤト、大丈夫か？大丈夫。事故は2号、死んでもらう。待て。様は仮面ライダー V3。 カルマの平和を破って突如出現した暗黒組織デストロン。デストロンに家族を殺されたマザーフォッカー。仮面ライダー V3 とマザーフォッカー。デストロンとの激しい戦いがこれから始まるのである。一応人差し指だから中指じゃないから。早っ。嘘だろ、こんな短かったっけ。早っ。ダブルライダーの遺言状。ただみからの連絡により暗黒組織デストロンの計画が明らかになった。それは怪人カメバズーカに仕込まれた原子爆弾を東京で爆発させるという恐ろしい作戦であった。デストロンの計画を阻止するためライダーは現場に急行した。やばい、増える。おお、増えた。これす、あれさ、スーパーアーマーついてるす、あかんやろ。鉄拳もなんかあんのかな、ああいうの。お、ヒップアタック。お、お、お、お。そうそう、今のを食らうとバズーカな。だから飛び道具じゃないんだよ。まずおかしいじゃん。目標はあと1分で爆発する。コンボがつ待って、これさあ、つながるか一応。一緒だよなこれ。出現、謎の組織デストロン。本郷猛の後輩風見四郎は謎の組織デストロンに執拗に命を狙われていた。そしてついにデストロンの毒が風見四郎の家族にまで及んでしまう。全く一緒だよ。母さん、ユキコ。ちょっとアングルが違う。しっかりしろ。
が。これ絶対普通のプレイヤーじゃ入んねえよな、この2段は。今日のところは見逃してやる。え、またあ、今回はドアじゃない。俺を改造人間にしてくれ。風見、お前の気持ちはよくわかる。しかし個人の復讐のために力は貸せない。しかし俺は改造人間と私たち二人でいい。人間でありながら人間でない、その苦しみは私たち二人だけで十分なんだ。久しぶりだな、一万人早と。ショッカーの修行。ゲルショッカーの修行は私の仮の姿に過ぎない。そしてお前たちは二度と再び私の姿を見ることはないのだ。キーキー。あ、どうもこんにちは。あ、おすすめ出てきたんですか、ごめんなさい。そんなにいろんな人に見せるつもりなかったんだけど、え、なんでだろう。一人しか見てへんで、ね、これ。ダブルライダーの遺言状。風見からの連絡に。暗黒組織デストロンの計画が明らかになった。まあ、これプレイステーションで販売されたバンダイが発売した仮面ライダー V3 っていうゲームですね、これ。プレミアついてなかったかな、今。ワンもね、普通の初期の普通の仮面ライダーも出てて、それもなんか プレミアついてたような気がする。何？貴様に邪魔はさせん。カメバズーカ、やらせはしないぞ。ゾウ。あ、それは。それは僕もそうですよ。私もそうです、これ。全然ね、わかんないんだけど、とにかくなんか、
小学生の頃ね、このこういうゲームがね、なんていうかその結構魅力的に感じる年頃だったっていうか当時インターネットとかないからね、こういうのとか見ないと分かんなかったんだよな。今ね手軽にね YouTube とかで動画見えるけど、昔はほんとねちょっともう情報出方がちょっと大変だった。これ今鉄拳のプレイヤーだってこれで。あ、これ危ねえ。カメバズーカだ多分離せ離せ、俺の体の中の原子爆弾が爆発するぞ。とおお、このさん、一文字さん、東京を救うため仮面ライダー1号2号はカメバズーカと共に海の彼方へと消えた。これ平成ライダーだと多分東京全体爆発させるとかそういうのないだろうね多分。これカメバズーカ、これねすごいんだよ、飛び道具として使えないんだよこれ。このゲームだとあの接触投げっていうかその打撃投げみたいな感じになってて、終わったな全部。でもこのゲームだから、このゲームだと飛び道具として使えないってだけで、多分実際は多分他のゲームだと多分使えるんじゃない飛び道具みたこれ。あのね、その結構すごくて、当時仮面ライダーのおもちゃのグッズとかの CM とかの動画もちょっと入ってて、結構貴重な映像も入ってたりする。見れるか、そのそれを見れるカードがあったけど、出るかなこれ。何番目だったか忘れちゃったから、もう、あ、今のっぽいな。正解は1番じゃなくて3番。あ、見れるかこれ。来たー、変身トイスリーバレダブル台風、ライダ
ター三兄弟正義のエネルギークロス V3 ダブルタイフーン新発売12号のライダーベルトもあるよ。1700円で、ね、今5000円ぐらいでしょ。平成ライダーのベルトってかなり安いよね。昔今6000だが7000ぐらいだよね多分。当時の物価の安さがうかがえる。これも見れなかったっけ。見れないか。1700円ってなんだ。今スナック菓子が100円ぐらいでしょ。当時仮面ライダースナックが20円だったっていうかね。だいぶ安いよね昔。やあ風見四郎だ。今日の V3 どうだった。面白かった。それはありがとう。さて来週はね、いよいよドクトルゲイが正体を表すんだ。どんな怪人になるかな。今こんな平成ライダー今こんな次回予告しないよね。夏も終わっていよいよ飽きたね。モリモリ食べて体を鍛えよう。好きなものばかり食べちゃダメ。嫌いな食べ物はね、目をつぶってでも食べるんだ。それが丈夫になる秘訣だったね。じゃあまた来週。古き良き時代っていうかね、稲が臭いというか。なかなかないよね。あれこれ他のどうやって見んだっけ。なんか条件あんだっけ。これなプレステのメモリカードだと全部はい完璧なのあんだけど、これエミュレーターでやってるから初めからなんだよな俺。洒落た名前でしょ今のライダーだと。なんだろう全然見てないか分かんねえや。今どんな名前だろう怪人。なんか仮面ライダー同士戦ったりするっていうのもあってね。なんかなんだっけ龍騎だっけその。今怪人出たりすんのかこれ今の平成ライダーやったこれシビとコウモリとかもうこれないよな。こいつああいうキャラだったからこいつのコンボはちょっと覚えてる。煙じゃなくてなんだっけこれ。なんかね毒ガスかなんか出してんね確か。難しいなこれ。こいつこれすっごいね隙が一回外すとねすごいんです隙が。
こいつ結構あのね多分 V3 より使いやすい、結構強キャラ、うん、ただちょっとね多分このゲームをやり込んでるやつはいないと思うけど、ちょっとねわかりやすいっていうか慣れてきちゃうとねちょっと やってくることがわかりやすいから、そうそうそう、これ まあ使いやすいんだよ、これ武器よりもまあリーチが長いのもそうだけど、ガード不能のねすごい発生の早いレーザーみたいのが出せて、あれが強いね結構。でデビルジンみたいな、デビルジンって言ってわかるかなこれ。そう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 、鉄拳のデビルジンなのベーっていうやつ、あれみたいな感じで、これあの円谷の鉄拳って、円谷じゃないや、これ石の森バンダイの鉄拳だと思う、これバンダイ、今バンダイが作ってんの、バンダイっていうか石の森の鉄拳みたいなこの原始体が女なんだよ最初、信じられないでしょ変身する前女なんだよ。声優に詳しくなかったから分かんなかったけど、結構当時のオリキャスじゃなかったほとんどの人が藤岡弘と、あの V3 と1号は本人なんだけど、ちゃんとあの藤岡弘がこうやってんだよこれ、1号とかしかも取り下ろしで、後岡弘もな、もう73だからな、今73だっけ、そうだよね、ボク
さんが、確かに20歳ぐらい年下の奥さんがいる。こいつも結構強キャラよ、こいつも結構。あー、やっちった。こいつ一回だけこの背中の甲羅をガンって叩きつけるやつがあって、ものすごいガード不能でものすごい減るっていうのを一回使いましょう。よし、終わりか、まだか。早いのかな。そうそうそう、専門学校20歳ぐらいの時に、専門学校でこれやってたんだけど、結構みんなガマボイラーがツボに入ってたね。なんかみんなインターネットで画像とか探して、こいつバカだなこのキャラって言って。ゆるキャラの走りかもしれないこいつ。この無言でこの奇妙なダンスを踊ると無言でプシュッ、この無言で踊ってプシュッて出してるバージョンが2種類あって、それがみんなかなりズボってた。これ今やったって言ったけど、これやったって言わないでねやるときが。やべ、やっちゃった。あー。
平成ライダーなんかリバイバルしてなんか昔のライダーとかドバーって出てきたでしょ。多分あれで出てくんじゃない。なんかなんか塩マネキング出てんの見たんだけど。塩マネキングって言ってわかるかなこれ。デストロン沖ノ鳥島駐在員としてデストロン駐在所を建設するのだ。幹部になりました。そしてデストロンの食料を調達するのだ。そうだよね、やっぱうん、なんかね塩マネキングっていうもう古いからねこれ知ってる人いないよ。うん、なんかそういう怪人がいんのよ。まあ、名前の通りあの塩招きっていうカニの怪人がいて、これ知ってるやついねえだろうなこれ今。やばい、このお楽しみモードの出し方わからない。そう、食料なんだろうね、食料調達ってよくわかんないよね。よかったねな。どうやって見んだっけこれ。まさか全部埋まんないと出ないのかこれ。さあもうやることがなくなった、終わった。しまった。よし、今日はこれぐらいしとこうかな。なんかね、なんか見てくれてありがとうね。なんか大したことない放送だったけど。よし。あ、そうですか。そう言ってもらえるとね、とってもありがたいっていうか。じゃあまた。ね、どこかで。See you next week. Bye bye.